こんにちは、ミッキーです。今回は JR 中央線セレクト東京純喫茶6選をご紹介していきます。先月に東京純喫茶6選別途ご紹介させていただいたんですけども、今回は JR 中央線から純喫茶をご紹介していきたいと思っています。私自身高円寺に住み続けて4年経つんですけれども、中央線エリアですね、高円寺含めまして中野とか阿佐ヶ谷とか荻窪とか吉祥寺とかですね、本当に純喫茶素敵なところがたくさんありますので、その中から特に私が何度か行ったことがあるお店を中心に今回ご紹介させていただいています。中央線馴染みがある方もそうでない方も、今回の動画を見ていただく中でその魅力に気づいていただいて、今後喫茶巡りをする際の参考にしていただければと思っています。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずご紹介しますのは中野から不純喫茶ドープさんでございます。純喫茶6選としておきながら不純喫茶かよみたいなイメージを持たれる方もあるかと思いますが、そもそも不純喫茶って何だろうっていう疑問を持たれる方がほとんどかなと思います。こちらの店では基本的に昼間は純喫茶としてカフェメニューを提供してくれるんですけども、夜になりますと喫茶バーとしてアルコールも提供していただけるということでございます。もしかすると今感染症対策の一環としてアルコールの提供されてないかもしれないんですけども、そちらは事前にインスタグラム等を確認していただいて訪れていただくとより確実かなと思っています。でこちらの不純喫茶ドープさんは東京中心に新しい店舗展開もしているということでございますので、気になる方は実際に調べていただいて別の店舗も訪れていただきたいと思っています。そんな不純喫茶ドープさんなんですけども、切ない気持ちのゴミ捨て場、夜になると開きたくなる扉をコンセプトとしているということでございまして、昔の喫茶店の雰囲気を大切にしたお店でございます。でこの不純喫茶ドープさんのオリジナルグッズ等もありますし、こういったさくらんぼのロゴなんかがあしらわれているネオンライトもとても素敵ですよね。で今申し上げた通り昔の喫茶店の雰囲気を大切にしているということでございますので、レンガ調の雰囲気、インテリア、電飾含めまして本当に喫茶店の良いところを採用して今の店作りにしているという形でございます。でこちらのお店はそんな古き良き喫茶店だとは言いつつ、現金 NG の完全キャッシュレス制を実現した先進的なシステムも魅力になってますので、ぜひですねキャッシュレスを活用いただいて、現代的な利用方法なんだけれどもお店の中はとても昔ながらというそういった雰囲気も味わってほしいなと思っています。でカウンターからはこういった外の様子を眺めることもできますので、そのあたりもポイントになっています。あとはこちらでいただけるメニューのご紹介を軽くさせていただきますと、ニトロコーヒーやクリームソーダ、あとはナポリタン、そしてショアプリンが楽しめるところが魅力になっています。で私はこの日はクリームソーダをいただくことにしました。2人で来たのでこういった青と緑の両方のクリームソーダを頼んでみました。2つ頼んでみるとまさにインスタ映えな雰囲気が漂ってきますよね。で結構ですね食べるのクリームソーダは難しかったりしまして、クリームをうまく食べていかないと結構下にこぼれてしまいますので注意していただきたいなと思っています。あとは名物メニューのナポリタンをいただいたんですけども、このナポリタンはソフト麺を意識した太麺を使用しているということでございまして、実際にご覧になっていただいても分かります通り非常にボリューミーな雰囲気になっています。器自体はとても小さいんですけども、この太麺に絡み合ったケチャップとか、あとは玉ねぎやベーコンが入っているだけで大変満足感のある食べ応えになっているかなという形でございます。続いては吉祥寺から武蔵野コーヒー店をご紹介します。吉祥寺過去に何度か特集させていただいていまして、おすすめなカフェとか、あとはひき肉と米といったような吉祥寺の新しくできたハンバーグの有名店もご紹介しています。そんなカフェやレストラン含めましてたくさんの魅力が詰まっている吉祥寺なんですけれども、こちらの武蔵野コーヒー店は吉祥寺で約40年間の歴史を誇ります老舗喫茶店でございます。でこちらの店は一杯ずつ丁寧にネルドリップで入れてくれるところが特徴的になっていまして、カップもですねウェッジウッドをはじめたくさんの高級な陶器を使っていただいて入れていくことができますので、身も心も充実感を持って楽しむことができる場所になっています。でこちらのお店は店内に飾られているお花とか流れる音楽とか、あとは先ほどご紹介したような提供される陶器とか、あとはインテリア、その全てが洗練されていまして、空間はめちゃくちゃ抜群の横地になっています。でフードメニューも比較的充実していますし、コーヒーもいくつか選ぶことができますので、いろんな楽しみ方ができるかなと思っています。
で、こちらのお店あることでとても有名でございまして、何かと申しますと、お笑い芸人であるピースの又吉直樹さんが通っていたということでございまして、実際に又吉直樹さん作の芥川賞小説火花にも登場したということでございます。なので、もしかするとピンとくる方もいるかなと思っています。で、こちらの入り口付近の席もそうですし、先ほどご紹介したようなカウンター席もそうですし、複数人で来ていただいてもいいですし、一人で来ていただいてもいいですし、各々の時間の過ごし方ができるところがポイントになっているかなと思っています。で、喫茶店の魅力といいますと、やっぱりこう陶器一つ一つが特徴的で、普段普通のカフェに行った場合には紙のカップに入れていただいて、どちらかというとコーヒー本来の味わいとか、あとはラテアートを楽しむというところがカフェの楽しみ方かなと思うんですけども、喫茶店はこの空間とかそういった陶器も含めて楽しめるところが一番の魅力かなと思ってます。あとはあまりガヤガヤとしていない雰囲気がありますので、少し自分一人の時間を過ごしたいなんて時にはとてもおすすめですよね。で、こちらはこの日いただきました今月のストレートコーヒーペルーでございます。ストレートコーヒーをこだわり持って仕入れてくれまして、それぞれのコーヒー豆のご紹介もしつつ、今月のストレートコーヒーという形で提供してくれますので、コーヒー好きな方はぜひですね、楽しんでいただきたいと思っています。私も喫茶店に来た際はですね、結構本を読むことが多いんですけども、やっぱりこう本を読んだりする時間はこういった少し照明を落とし気味の空間、そして静かな空間の中で自分一人の時間を過ごしたいところですよね。で、こちら今映していましたのはリチャード・ジノリという食器のブランドでございます。こちらはですね、別の日にいただいたブレンドコーヒーと、あとはビコロールサンドでございます。ブレンドコーヒーは1杯目は620円なんですけども、追加で2杯目、3杯目をいただく場合にはおかわり料金でいただくことができますので、少しお得に味わうことができるかもしれないです。で、このビコロールサンドもこの盛り付け含めましてとてもおしゃれな感じですし、ちょっと小腹が空いた時におすすめできるようなメニューになってるかなと思っています。で、この砂糖とかを入れてる陶器もやっぱり素敵ですよね。やっぱりですね、私はこの喫茶店の陶器とかこういった見た目が好きだなと思っています。続いても吉祥寺からおすすめな喫茶店をご紹介したいと思います。こちらはユリアペムペルというところでございます。吉祥寺にひっそりと佇む古いヨーロッパのレトロな雰囲気の老舗喫茶店になっています。で、このお店の外のご紹介の様子とか、あとはこう植物の感じとかも含めまして、この店内もとても素敵なんですけれども、お店の外から見ても楽しめるような、そんな空間になっています。で、こちらは後でもご紹介しますけれども、クリームソーダのレパートリーが非常に豊富でございまして、それだけではなくてフードメニューも比較的充実していますし、スイーツとかもたくさんの種類から選ぶことができます。で、さらにメニューの開発にも精力的に取り組まれているということでございまして、最近も新しいメニュー、プリンが開発されたということでございますので、その辺も注目していただきたいお店になっています。で、実際に店内に入っていただきますと、こちらは1階の様子なんですけども、1階はカウンター席とテーブル席があったりというところでございます。で、こちらは私も夜に伺ったんですけども、夜でもこれだけ賑わっています。で、やっぱりこう飲み会の後とかにも訪れることができるようなスポットになっていますので、ちょっと夜に一人になって過ごしたいという方は、こちらでコーヒーとかクリームソーダを楽しんでいただくというのも贅沢な過ごし方なのかなと思っています。アールヌーボのランプの下、美味しいメニューで変わらぬ時の流れを楽しんでほしい、そんな思いで1976年の創業以来吉祥寺で愛され続けているということでございます。で、このユリアペムペルという言葉、とても特徴的かなと思うんですけれども、店名の由来は宮沢賢治の詩集春と修羅の一節から来ているということでございます。で、こちら2階の席を今映しているんですけども、2階の席はまた違った少し長めのテーブルでいただくこともできているとか、あとはこういったライトアップされた古風なインテリアとかもすごいおしゃれで素敵ですよね。なので、どの席で座っていただいても、写真映えな感じかなという印象でございました。で、先ほどご紹介したようにクリームソーダ非常に種類が豊富でございまして、シーズナルスペシャルとかも含めまして楽しむことができます。で、この日はですね、このクリスマスのメニューでクリームソーダオリジナルのメニューもありましたし、あと先ほど冒頭でも少し触れましたけれども、新しくですね、2021年から提供されたばかりのユリアペムペルのプリンというところも早速人気だということでございますので、ぜひ気になる方はこちらでプリン試していただきたいと思っています。他にもですね、ピンクモンブランというのも有名なようで、他のお客さんが頼まれていたので、気になる方はそのピンクモンブランも頼んでいただきたいと思っています。こちらがこの日に私が頼みましたクリームソーダのラピスラズリというところでございます。こちらはおそらく一番のおすすめになったかなと思っています。で、結構普通のイメージされるクリームソーダよりも一回り大きい感じで、アイスもたっぷりにいただくことができますので、結構満足感たっぷりにクリームソーダだけでも楽しむことができるかなと思っています。で、あとですね、こちらのユリアペムペルブレンドもいただきました。
で結構1時間とか2時間ぐらい私もゆったりと過ごさせていただいたんですけども、やっぱりこう落ち着いた空間を楽しめるというところが喫茶店の魅力かなと思ってます。でコーヒーもですね、実際にお店の方からイタリアンとかフレンチとか、あとはカリビアンというのも楽しむことができるようだったので、焙煎具合にもチャレンジしていただければと思っています。続いては少し場所を移しまして、コーヒーアロームさんのご紹介です。冒頭でも申し上げました通り、私は高円寺に4年間ほど住んでたんですけども、こちらはですね、高円寺では結構貴重なモーニングが楽しめる喫茶店になっています。高円寺たくさんお店はあるんですけども、意外と朝早くから楽しめるようなお店は多くなくてですね、こちらのアロームさんはそんな中でも朝から提供していただけて、さらにモーニングも非常に充実してますので、私的にはとてもおすすめできるような場所かなと思っています。で今映しています通り、600円で栄養バランスの取れたボリューミーなセットをいただくことができますので、一人暮らしの方とか栄養が偏ってしまうという方にもおすすめできるかなと思っています。で特に天気がいい日なんかには、こういった光が差し込むおしゃれな空間の中でモーニングをいただくことができますので、本当それだけでも心地よい朝を始めることができそうですよね。でコーヒー豆もこんな感じでたくさんの種類が用意されていまして、お好みに応じて頼んでいただくこともできます。でなんといってもですね、こちらのお店は清潔感がある店内の様子もとても素敵ですし、まあ、その清潔感を実現している気品と親しみのある女性のマスターがとても素敵でですね、実際に私もこの日訪れた時に結構心地よくお声をかけてくれたりとか、いろいろとお話をしてくれたりというところで、そのマスターの人柄がとても素敵だなと思っています。で今映していますこちらの絵とかはですね、作家さんの展示だということでございまして、この作家さんの展示される絵画とかも空間に彩りを与えてくれてるかなと思っています。で目の前でカウンター席だとこんな感じでドリップしてる様子とかも見せてくれますので、視覚的にも楽しめる部分かなと思っています。でコーヒーも結構たっぷり入れてくれまして、コーヒー好きな方はとても嬉しいかなと思いますし、朝からですねしっかりコーヒーをじっくりと味わうことができますので、そのあたりもマスターの配慮がなせる技かなと思っています。でこちらはモーニングサービスのメニューなんですけども、モーニングサービスにはこういったサラダも一緒に提供していただけますので、この辺が先ほどご紹介したようにヘルシーに健康的に過ごすことができるような形かなと思っています。であとは卵も食べることができますし、でモーニングのトーストではバター、シナモン、ジャムの3種類から選ぶことができますので、そのあたりはお好みに応じて楽しんでほしいなと思っています。でセットでいただいたブレンドコーヒーなんですけども、そちらは結構ですねブラジル系の香り高いコーヒーで苦味な感じがとても素敵だったなと思っています。ぜひ高円寺で充実した朝を過ごしたいという時にこちらのアロームをご利用してみてほしいなと思っています。続いてご紹介しますのは同じく高円寺からアールザ読書館さんでございます。こちら私の動画をご覧になられている方はわかるかもしれないんですけれども、2021年に訪れた全てのカフェの中で私は一番おすすめできるようなお店かなと思いまして、先日公開させていただきました2021年東京カフェベスト15の中では第1位としてご紹介させていただいたようなお店でございます。ただですね、誰でもおすすめできるような場所かというとそうではなくてですね、その理由としましてはとても静寂な空間でございまして、静寂な一人の時間を過ごすという時におすすめできるような場所でございますので、何人かでおしゃべりをしたいという方にはあまりおすすめできないかもしれないです。なのでそのあたりにぜひご利用いただいた上で楽しんでいただきたい、そんなお店になっています。でこちらのお店は今ちらっとご紹介しました通り、静寂を楽しむための空間を大事にしていまして、本当に静寂な空間でございます。森の中での読書をコンセプトとしているようでございまして、古い教会や小学校、童話に出てきた博物館などを参考にして作られた空間だということでございます。まさに物語の中に迷い込んでしまったような世界観が特徴的なお店になっています。でこういった静寂な空間でございますので、読書や瞑想など日常からのリフレッシュにおすすめだということで、このお店のメニュー表にも書かれていまして、そういった自分一人の時間を過ごしたい時に特におすすめできるような場所でございます。私も高円寺に住んでいる中でこの店に何度か訪れて自分だけの時間を過ごさせていただきました。やっぱりこういった落ち着いた時間を、日常から離れた時間を過ごすことで結構ですね、日常の考え方とか豊かさも増幅させることができると思いますし、ぜひですね皆さんもこういった落ち着いた空間をご活用いただいて、その充実感を感じてほしいなと思っています。でこちらのアールザ読書館さんのブログではまめに更新されているマスターのコメントなんかもご紹介されていますので、そちらを楽しんでいただくとより深くアルザ読書館さんの世界観に触れることができるかなと思っています。でこの日はこちらのイエメンのモカマタリとブラウニーをいただきました。でコーヒーはこういったポットで自分で追加で注ぐこともできますので、お好みのタイミングでお好みの量で楽しんでいただきたいと思っています。
でブラウニーも結構この小ぶりな感じの印象とは真逆で満足感たっぷりにいただくことができますので、結構ですねこの220円という値段にしては本当にコスパがいいようなスイーツになったかなと思っています。でブラウニーのこのフォークもですね、物語の世界を再現しているような、こちらはあのリトルマーメイドとかの人魚の矛っぽいですよね。こういったところもこだわりがあって素敵だなと思っています。本当にこの全ての食器とか含めた世界観がとても素敵な空間になってますので、ぜひこの動画を見られた方はこちらのアール座読書館さん訪れてほしいなと思っています。そして最後にご紹介しますのは七つ森さんでございます。こちらは私が高円寺に住む中で最もお世話になったお店と言っても過言ではないようなお店でございます。以前にこちらの七つ森さんのみを特集した動画もご紹介していまして、そちらは実際にですねマスターの方にお時間をいただいて、いくつかインタビューをさせていただいて作った動画でございますので、さらに気になった方はそちらも合わせてご確認いただきたいなと思っています。でこちらは朝の様子を映していまして、朝も夜もなんとなくこの物語の世界に出てきそうな老舗な喫茶店の雰囲気を感じていただくことができるかなと思っています。でこちらのお店の特徴的なのは、なんといっても安心安全を第一に考えて無添加素材にこだわったフードメニューを提供してくれるということでございます。でこちらの七つ森さんは1978年の2月に創業して、昨年43年目を迎えたということでございました。でマスターのインタビューの中で聞いたのは、マスターはその頃学生だったんですけれども、まさに学生運動の真っ只中の中で自分の生き様を表現したいみたいな、そんな感じで出来上がったお店だということでございます。で当時のコーヒー店は結構ですね、味のわからない方はお断りみたいな雰囲気があったようで、それはちょっとマスター的には行き過ぎだったというふうに感じていたようで、少しですねなんとなく入りやすい雰囲気とか、誰でも入れて落ち着いた時間を過ごせる、そんなところをイメージして作られたということでございました。で喫茶店というのはですね、そもそも応接間代わりでできたというところもありまして、その応接間代わりの場所におもてなしとしてコーヒーが提供されるようになったところが起源だというような歴史的なお話もしていただきました。で進化してジャズが流れるお店とかコーヒーにこだわった喫茶店になっていって、昨今のおしゃれなカフェとかも実現されているのかもしれません。でそんな時代背景もあったりというところで、結構ですね環境問題を踏まえたコンセプトが最終的にこのお店が大事にしているような安心安全素材につながっているのかなといった印象でございます。で今映しています通り、天井に張り巡らされている電線は創業当時からメンテナンスされて作られているということでございまして、こういった細部にも歴史がある空間が再現されているというところでございます。でこちらで提供されるメニューはですね、ホワイトソースやミートソースも一から始めたということでございますし、いまだにオリジナルメニューを店員の方みんなで相談しながら考案しているということでございますので、私も何度かこちらのお店に訪れる中で、その季節ごとの新しいメニューの試みとかを感じることもできました。でこちらの七つ森さんはまさに高円寺の歴史を昔から眺め続けてきたということでございまして、商店街の要素であります八百屋、魚屋、肉屋が揃っていた頃から高度経済成長を迎えて銀行などが増えてきて、学生も増えてきて、本屋さんも増えてきたと、そういった歴史も全て眺めてきているということでございました。そんな七つ森さんで提供されるこういったキーマカレーとか、あとはガーリックトーストセットとかカスタードプリンとか、本当にいろんなメニューがありますし、先ほども申し上げました通り、どれも安心安全素材でございますので、まあ、このマスターとの会話の中ではこういった安心素材の重要性をお話しされていましたけども、今も結構加工食品にあふれている、それこそコンビニなんかで済ましてしまう方も多いかと思いますので、そういう今だからこそこういった七つ森で安心安全素材で、そして落ち着いた空間の中で時間を過ごしていただきたいなと思っています。でお店の中の内装にも少し触れさせていただきますと、こちらのお店は若い女性でも入りやすいお店をコンセプトとしているということでございますので、若い女性にも特にお勧めしたいような、そんなお店になっています。でこちらはお釣りでいただけます5円玉なんですけども、メニュー表すべて下1桁が5円になっていまして、消費税がなかった当時この5円玉をお釣りでもらえるというのも差別化要素になってたのかもしれません。以上、中央線から東京純喫茶6選をご紹介させていただきました。今回の動画をご覧いただいた皆さんは、なぜあえて中央線にこだわって純喫茶をご紹介したのかというところも納得していただけたかなと思っています。他にもですね、私中央線の喫茶店いくつか訪れているんですけども、この YouTube を始める前に訪れたところもたくさんありまして、結構動画の素材が少なかったということもありまして、 YouTube を始めて以降に行ったお店が中心になっています。なのでですね、ぜひ皆さんの方でも、ご自身でご確認されて、中央線の魅力をたっぷりと使っていただきたいなと思っています。他にも皆さんの方でのおすすめがありましたら、中央線にこだわらずたくさんの純喫茶、ぜひですねコメント欄の方で教えてほしいなと思っています。
来月頃には気温も暖かくなってくるかなと思いますので、こういった中央線の喫茶店巡りも楽しんでほしいなと思ってます。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。